皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。今日もマリオさんは絶好調なようです。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみ霊夢だよ。ここ最近の悩みは腰痛疲れ肩こりがひどいことです。地球に疲れ。同じく毎度おなじみマリサだぜ。私たちが自己紹介している間にもう猫社員ゲットしちまったよ。珍しく今回はやる気十分ね。たまたま近くにあったなんて言えない。なるほどそういうことか。マリオさん、今日はどこ行きます？誰もいない場所へ。無人島ですか？自分の足で進むことにしました。これのどこが自分の足なの？思いっきりバネに頼ってるよな。猫は水に弱いのに猫マリオは平気なんだね。猫じゃなくて猫の被り物を被ったただのおっさんだからな。にゃーお。あ、しんど、乗せて。結局乗ってるし。あ、この島はまだ行ったことがないわ。こんなところに子猫いたー。そりゃ見つからないわけだわ。お前、どうしてこんな遠くまで来ちゃったんだ。うにゃーん、ママどこなー。あ、忘れてた、猫は水に濡れると元の場所に戻っちゃうんだった。猫親父、母猫までこの子を運んであげて。そうしてあげたいんだけど、どのルートで行こう？水に濡れないように移動しないといけないのか。あ、それならプレッシーに乗ったら。すいません、私は一人乗りなもんで動物は。おいおい、そんな固いこと言うなよ。乗せてくれるだろ。なんだよ、マジで乗せてくれないんかい。これはまた難しいぞ。よし、とりあえず道を探してこよう。いやいや、この先を攻略したら道ができるかもしれないでしょ。ダメ親父と呼んであげてください。お、ここは最近解放されたマグマエリア。近くに寄ってみると結構ドロドロが多いな。ドロドロが嫌でプレッシーも逃げていっちゃったよ。お前がドロドロに突っ込んだからだろ。うわぁ、真っ黒だ。ドロドロに囲まれてるわよ。いやはやすいません、どうもこのドロドロが苦手なもんでね。言って言って、気にしない気にしない。マリオのせいだしな。くれぐれも運転ミスでドロドロに突っ込まないようにな。ここをまっすぐ行くとカーブがあって。で、その先には何があったっけ？ダメだこいつ。道なりに慎重に進んでいけば大丈夫よ。しばらくマリオさんの華麗な操縦テクニックをご覧ください。いつぶつかるのかと思うとすごいヒヤヒヤする。いいぞプレッシー、お前はヨッシーを超える相棒だ。この島見るからに危険だな。ギガベルが浄化されてないよ。って、何あの巨大甲羅。え、あれクッパの甲羅、だよな。めちゃくちゃ近くない？マリオさん、どうやら私はここまでのようですね。ああ、ご苦労だったプレッシー。ここは荒れ地だったのか。荒れ地なのに随分と猫が多いな。猫島。そういや猫がたくさん住んでいる島が実際にあるのよね。たくさんの猫ちゃんがいるなんて幸せだよねー。お、このギガベル、猫社員あと1個で浄化できるぜ。じゃあその辺からちょっとパクってくるわ。言い方よ。ちょっと、こんなところにいるのにクッパが来そうなんですけど。でも、ここにずっといれば攻撃を一切受けないんじゃ。あ、確かに、実質無敵だわ。ひぃ、方向の勢いでブレるブレる。やーい、ここに攻撃できるならしてみろよ。あ、邪魔なトゲコーラだけ破壊してくれてより進みやすくなったわ。思わぬラッキーだな。いえいえ、ガラスの土管最高。こだまりおー、せこいぞ。あ、ここから灯台に行けるぞ。しかも目の前に猫社員。これでクッパも追い払えるし、ギガベルも浄化できたし、一石二鳥だ。おのれマリオね、運のいいやつだ。だがその運の良さ、いつまで続くかな。なんか含みのある言い方だな。笑っていられるのも今のうちだぞ。そうしてゼリフを吐いて亀は帰りました。一体体勢を立て直すんだ。おお、ドロドロが綺麗に消えた。気づけば猫社員、40個も集めたのね。ギガベルから声が聞こえるって。怪物が現れた時、我も目覚める。なんだ、そんなことなら知ってるよ。ってことでギガベルの近くにやってきました。クッパのやつ、また来やがったよ。ちょうどいいわ、このギガベルを使ってやつを追い払いましょう。この音結構不気味だよね。いけ巨大猫マリオ。久しぶりの大大大変身。いけ、亀を追い払え。クッパ、これで終わりにしてやる。俺様だって常にパワーアップしているんだ。おいおい、こんな器用な攻撃もできるようになったのかよ。あれ岩かと思ったら爆弾だったんだ。お父さん、強くなるのはいいけど元の姿に戻ってよ。あの高雷動は不規則で厄介だぞ。ああ、当たっちゃった。大丈夫だ、落ち着いてまたギガベルを取ろう。ん、ギガベルがなんだって言うんだ。このミサイルでも食らえ。あの亀、とうとう平気になったわ。今度はこっちの番だ。やったー、大当たり。
ひっくり返った、今がチャンスだ。自慢のその腹にヒップドロップを食らわせてやる。お父さん本当にどうしちゃったんだよ。次に会うのが怖くなってきた。え、追い払ったのにまだ雨降ってるよ。ちょっと、どういうことなのよこれ。だけどもう少しでなんとかなる気がする。おいおい、本当か、このまま終わらないんじゃないの。ダメだ、天候が回復しない。またクッパが何事もなく出てきそうなんですけど。ええー、あんなに頑張って追い払ったのにもう来るの？え、なになに？中央の甲羅が回転し始めたぞ。無理よ、貴様はもう終わりだ。俺様をここまで怒らせたこと、あの世で後悔しろ。今までのあいつとなんか雰囲気が違うわ。俺様の本気、貴様にたっぷりと味わってもらおう。随分な自信だな。何度でも吹っ飛ばしてやる。マリオ、明らかにお父さんの様子がおかしいから気をつけろ。ん？なんで輪っかがこんなに多いんだ。ドッスンシリーズ第3弾。今回はドッスンをしてくるな。ドッスンの上でスピンしたらクッパになるとかでしょ。ならねえよ。それでは皆さん行きますよ。動きキモー。なんだこれ、マリオ頭強打しすぎだろ。分身しているみたいに見えるよ。マリオさん大丈夫でした。ここはどこ？あれ僕は。うわぁ、さっきの衝撃で記憶が。お次のコースはなんとクッパ様専用の全自動です。制作者さんも作るの大変だっただろうな。マリオ、見てくれよ。俺様の全自動だぜ。へぇ、よかったね。おいこらもうちょっといい反応してくれよ。ひだだだだ。クッパかわいそうに。頭を打ったらもっとおバカに。もっとってなんだよ。もともと俺様は天才だ。わらわら。ここ笑うとこじゃねえよ。マリオ、早くこっち来い。なんかブラックパックンがあるからこれ積んじゃったみたい。何やってんだよまったく。それじゃあ俺様は進めねえじゃねえかとは。進んでるじゃん。とうとう画面の端に消えたか。やり直せー。クッパがうるさいからやり直したよ。結局やり直さなかったらゴールできなかっただろうが。いてててててクッパ様ちょっと静かにしてくださいよ。僕たち重たいあなたの振動を直に受け止めてるんですから。それはすまなかったな。部下には頭が上がらないんだな。なんて、こっちが来てくらいだ。てってれー。やかましいわ。今回のクッパはよく動くわねー。うるさいから止まってなさい。全自動なんだよ、勝手に動いちまうんだよ。クッパを置いてくよ。あ、待てマリオ。前回やったコースもクッパの全自動だったけど、こっちの全自動の方が長いね。初めてだよな。じゃあ、ドッスンを言うな。湯加減は、最高。クッパも随分と入り慣れたもんよ。時々戻ってくるからね。おい、そんなこと言ってると。読んだ。いや読んでねえ。あいつマグマ遊泳いつからできるようになったんだ。マグマに落としても意味ねえよな。